キアシ毒側丁目毒ガカの昆虫。北海道、本州、四国、九州、朝鮮半島、シベリア、中国に分布する。年に一回発生、卵越冬。名称は、成虫の足が黄色いことに由来する。幼虫には、毒のある、毒が特有の毒神網はなく、一生を通じて毒はないとされる。日の高いうちに、成虫の飛ぶ姿を見て、 多くの人は白い蝶と誤認する。海長は50から57ミリメートル。修霊幼虫の体長は35から40ミリメートル。羽は白く半透明で無門。オスは死脈及び羽の外縁、特に全死全縁が黒ずんでいる。成虫は年1回出現し、地域にも夜が6月頃、寒地では7月頃見られる。幼虫は毛虫で、ジ色は黒色、背面には、 黄色の反紋が並ぶ。幼虫は水木、熊の水木、エゴの木の葉を食する。卵で越冬し、春に孵化した幼虫は、小杖端に登り、葉を食べる。小さな頃は主に葉の裏側にいるが、成長すると葉を巻いて、巣を作る。老熟幼虫は荒い眉を作り、さなぎになる。メッセージは、幹の表面に、工場物質で覆われた卵を一層に並べて産む。 頭下にも飛来するが、中高生で植樹の近くを群をなして、蝶のように飛翔する。成虫の興奮は退化し、成虫期は数日と短い。成虫の等高色の脚部には、私有差がある。メスでは、前足は等高色で、他の足の武士も等高色であるが、オスは、前足のみ等高色で、他の足の武士は通常地色の黒色から、退職の白色の間となる。 成虫は、普段物に止まる場合は、通常の蛾と同様、葉の字に羽を伏せるが、木の上を盛んに這い回る場合は、蝶のように羽を立てる。時に大発生し、幼虫の植樹の水気が故死する場合がある。多数の幼虫に一葉も残さず食い尽くされても、幼虫発生時期を過ぎれば、葉は再生し一度の食害だけでは通常故死には至らないが、 大発生が複数年続くと樹木が弱り、大発生収束の後年越しに至るとする研究報告がある。ありがとうございます。